女子高生3人を集めて、まあ、その中の1人に激辛チョコレートを食べさせるっていうドッキリを仕掛けようと思ったんですよ。で、僕チョコレート作って待ってたんですが、なんと女子高生の3人のうち、ちょっと2人がちょっと来れないっていうことになってしまいまして、で、1人だとちょっとね、その子も残りの子も厳しいってことで、もう女子高生来れなくなっちゃって、僕ね、ちょっとこんな格好してチョコ作ってたんですけど、今ね、映像多分見てくれてると思うんですけど、まあそんな感じでね、ちゃんとクッキング動画も残しつつ作ってたんですが、もう全てなくなってしまいました。ということでね、今日どうしようかなって思ったんですけど、メンバーの芝湯がもうすぐうちに来るっていうことで、あいつにね、激辛チョコを食べさせるっていうドッキリに変更しました。あいつはもうその残った美味しいチョコを、まあ、食べるっていうことで来るんで、本気で美味しいチョコレートだと思って食べるんでね、もうちゃんとしたドッキリになると思います。女子高生とね違ってね、絵面がもう多分8000倍ぐらい汚いものになっちゃうんですけど、本当にごめんなさい。それは今から芝居をね、お出迎えしたいと思います。それではドッキリスタート。ならな、スタート。はぁ、なんでそれ知ってんの？やったんです。怖っ。この辺の動画も全部おじゃんだわ。これおっせ、しばらくチョコ食うよ。なんかうまいか知らんけど、俺が材料の時に食ったチョコはうまかった。うーん、何で森永板チョコ、板チョコをと板チョコ溶かして、なんていうの、生チョコ、シンプルな生チョコ。生チョコって何？あ、でもそれね、ちょっとね、滑らかさがそのまんまってこと。てかもはや生チョコじゃない、それ多分生チョコって何？なんかその中うまそう。うまそう、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 うまそう。もうね、固まりすぎて生じゃないそれ。普通にチョコのちょっと硬いから、もうガッといっていいよ。うまい。うわもっとガッツリって、ガッツリもっとガッツリっていう。うわうわうわわさびやばいこれ。マジやばうわわさびやばちょっと本当入れすぎたな。マジかお前。皮か本当にわさび。うわがっつりわさび。お前ほんとにマジで信じてる。ってことで、はい、ね、欲しいとはね、してながらね、ドッキリ大成功、はい、イエーイイエーイ。つまらんドッキリ。将来も企画倒れになったから、お前に食わせるしかなかったんだよ。やばいよね、この量。まず、あのね、この動画完成したらね、見れば分かると思うけどね、わさびの量半端じゃないから。えげつないかな。はい、じゃあまあ、この動画もう終わるんで、最後に一言お願いします。いや、外角は普通にうまかった。ガチで外角だけうまかった。ま、外角だけでいいの？お前ふざけんな。外角だけでいいの？外角だけでいいの？うわなんかかじってるじゃん。ちょっとかじってる。わざとかと思った。うわ、これで、ね、これだったらもうやばい。これで今めちゃくちゃちょっとあったよね。ほんとちょっとだよ。さっき結構いってんの。こんな感じで今日は僕がね、すごい ただ楽しんで終わりました。はい、こんな感じで終わりです。さようなら。マジかお前。また来週。マジかお前。さようなら。やばい、マジか。おい、出てくる。
いらない。